中にいたんですけれども、ね、それでもかなり浮き上がるような感じでした。ジェットコースターみたいな感じですかね。もうダメだ、動けない。動けない、ゴミ、もう車からなんか空気から全部流された。どうしました？あ、もしもし、もう溺れてる。ちょっと待って、ちょっと待って、今止めていく。気象庁は午後2時50分北海道南部から千葉までの太平洋沿岸という広いエリアに大津波警報を出した。こちらバイパス沿いにある大型の、家具の量販店です。ご覧のように壁がめちゃくちゃに崩れ落ちています。決してこれは解体現場とか工事中の現場ではありません。営業していた